私たちは今大阪駅、JR の大阪駅の11番線にいます。ここから東京駅に戻ります。乗る電車がですね、サンライズ瀬戸号。乗りたかったね。本当はね、東京から出雲まで行こうかと思ったんですけども、今回は大阪から東京までこの短い区間なんですけども撮りました。0時33分発、7時8分到着です。なんですけども遅れが今15分だそうです、ね、なんか気持ちをじらすかのように遅れてあれ、あと1時間もある？あらあ、ね、あと1時間もあるんじゃん。遅れの時間がどん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 伸びて今20分になった。そう、最初から待ってる時間がずっと変わらないんだよね。もう時間が経っても何があった。最初見た時7分遅れぐらいだったよね。山陽線ちょっと読めないな。何かと播磨勝原駅間で運転中に異音を認めたそうです。で、車両と線路を確認中。あ、じゃあちょっと長引くかもしれない、ね、だな。長引くね、それ系はね。でもまあね、だから日本はね、こうやってちょっと異音を確認しただけでこうやって止まるじゃないですか。で、先日どこだっけ、どっかであのすごく大きな車両事故があったよね、うん、ドイツだ、うん、ドイツであったんですけど、なんか異音をね認めていたんだけれども、そのままあの突っ走っちゃって、うん、で脱線事故を起こしちゃったの、うん、だからね、こういうことはちゃんとチェックしていただく方が、あの我々乗客にとっては安全であります。乗車券についてお知らせします。乗車券がですね、大阪市内から東京の、区内までっていう形で買いました。で、それが8910円、特急券が3290円で、私たちは寝台車を取らなかったんですよ。だから寝台料金がかかっていません。なので寝台料金なし、のびのび座席で12200円です。あの個室でも良かったんですけれども、まず2人で一緒にいられる部屋が空いていなかった。まあ B 寝台みたいな形のところだと2階席が空いている上に、まあ、2階席をすごくお勧めいただいて、なんとなく私はあのグリーン席乗るときでも上と下ある場合は下じゃないとちょっと気分が悪くなっちゃうんですよ、あの揺れ方が。だからちょっとそれが長時間になると心配で、ということで選べるのびのび座席にしました。これを、はい、エビマヨ、うん、王道な感じが美味しいよね。このエビマヨ美味しいよね、うん、エビがすごいプリプリじゃない。お肉、うん、これ染み渡る美味しさだよね、それ、うん、はい、どんどん更新されています。情報が遅れが35分に伸びました。こんなこともあるんだね、本当に。あ、今出てきたね、動物と接触。ちょっとね、まだここまで遅れてるとね、あの外出られるよ。一回ね、外出てまたちょっと入れてもらっても大丈夫だよ。この女に遅れてるんだったら、うん。あ、遅れ40分になった。わお、これはちょっと、これは私はここで待っているべきなんですかね、こういう場合。早まることは絶対ないですもんね。まだまだ対応中だから遅れてるわけで。いや、こういうの久しぶりですわ。ほら、どこにぶつかったとかさ、なんかそういう、例えばさ、乗り上げちゃったとかね、まあ、もうあるわけじゃないですか。実際その場面見てないけど、私のお友達というか大学の先輩なんですけど、あのね、まあ、これはね、動物ではなくて人身の時でね、あのクレーンで持ち上げた時あったみたいですよ。持ち上げてるのに自分が乗ってた、しかもその車両だったっていう、うん、ことがあったみたいです。だからね、あのもしあのほらぶつかりどころだったりそういうのが悪かったら、クレーンでこうやって持ち上げてっていうね、あの対応をしなければならない可能性もあるんですよね。そうすると、ね、確かね2時間半とか言ってた気がする。あ、それ私の、あ、それ私が一番好きなやつ、ちょっとこれ私世の中で一番好きな1号車です。この列車は全車指定席です。いや、それ美味しいですよ。
中見して、あ、美味しそう、すごい美味しそう、とろっとろじゃん。美味しいねそれ。なんか眠いからさ、ね、どんどん食べちゃうね。もう残ってないよ何も。もう何もないよ。パンとかご飯とか全部食べちゃったな。うん。朝ごはん用のも食べちゃった。なんだそれ、朝ごはん用だわ。今1時25分ぐらいになりました。65分遅れまして、到着まであと10分。今芦屋駅付近を走行しているそうです。1時38分頃の到着を見込んでおります、うん。先ほどセブンイレブンで買った荷物もこんなに軽くなっちゃいました。やっとだ、2時間かけて。あ、待って、おほほほほほ、失礼します。1A1C1B1D、 あ、失礼します。あ、すみません、どうぞです。
窓口で撮っていただいたんですけど、隣同士にしてくださいって言ったんですけど、全く別の場所に撮ってくださってましたね。しかもね、1階にしてくださいって言ったんですよ。2階だった。はい、と2階登ってみたんですけれども、あんまり思ったより揺れないかな。今でもここすごい揺れてますね、うん、なんか想像以上に揺れてる、ね、想像以上に揺れてるよね。あの歩くのが大変なぐらいですかね。そうそうそう、まっすぐ歩けない、まっすぐ歩けない。こんなに揺れたら確かに酔いやすい方は、ね、乗り込む30分前から1時間前には酔い止めを飲んで乗り込んだ、うん、なんかすごい酔いそうな予感がするもん。あ、本当に飲んどく。まずはグさんが酔い止めを飲んだ方が良さそうなんで酔い止めを出します。はいです。あ、ただ私の目薬だ。これはね、さっき、うん、ほらエビスビール買ってきてたんだけど、うんうん、とりあえずまだね飲まない方がいいね。いや疲れたな。そう、テンションをねちょっと戻さないといけない、ね、初めての寝台列車はタイで乗ってるじゃないか、タイ国鉄で、うん、あ、そうだね、そうだよ、初めてじゃないですね、うん、私たちはじゃあここで一旦ね買えないだろうと思われていたシャワーカードが買えたんですよ。なので、まあ、グサンがの体調が大丈夫だなって思ったらシャワーを、うん、まあ浴びなくてもちょっと見に行こうか、うん、私たちはあの実を言うとつい先ほどなんですけれども、ドーミーインプレミアムナンバというねホテルのデイユースで8時間休憩してまして、お風呂も入りましたしサウナもね入って結構さっぱりしてこちらに出てきたんですね。なのでお風呂に入る必要はないんですよね、シャワーを浴びる必要は。だからちょっと見てみようか。
ずっと乗った時から降りる時まで、うん、ずっと気分悪かったね。お酒も飲んでないんだけどね。乗る直前にさ、おにぎりとか
ちょっとお腹いっぱいまで食べちゃったのも原因かもね。あるかもね。も睡眠も結構それなりにはとってたし、多分普段とね、普段乗ったことのある電車の揺れと違ったんだよね、きっと。私もね、電車は本当に乗り慣れてはいるんだけど、グリーン車の揺れとはちょっと違ったかな。グリーン車の2階が揺れるっていうお話を乗る前にしたんですけれども、その揺れより全然激しい揺れだったね。そうそうそう、なんか通路も歩くときもまっすぐ歩けなかったもんね。あ、そうだね、うん、壁に手を当てながらじゃないとさ。そうだね。何に似てる揺れかなって思ったんだけど、地震じゃない？自分が思ったのが、あの一昔前の電車の連結部分、うん、特になんだけど、場所的に感じたのがラウンジがね、あそこが一番揺れてた。グサンは電車の揺れがあんまり得意じゃないから、それで、うん、大丈夫かなって言ったらちょっとダメかもしれないっていう言ってて、うん、念のためじゃあこのままこんなに大きい揺れが続くんじゃ酔ったら何もならんなと思って、私も酔い止めを飲んだら、あ、もう眠くなっちゃってすぐ私は寝ちゃったんですけどそれで起きたのがね、富士山よりもっと手前ぐらい、3時とかかな。横浜に着いたらもうなんか気分はもう帰ってきたなっていう感じだね。うん、そうだね。ね、サンライズ瀬戸号とは出雲号ですか、揺れるのね、びっくりした。ずっと本当酔った話になっちゃったけどさ、うん、まあ、でも全部ひっくるめてなんかいい思い出になったよ、うん、第一園から始まって鹿にやられたね。え、鹿、あ、鹿、そうだ、うん、鹿がね、衝突した、ぶつかったらしいですね。う、うん、鹿ってさ、鹿ってそこら辺走ってるんですか、鹿って山から出てきちゃったのかもね。わかんないけど、鹿って野生でいるんだ、うん、体調良くなってよかったですね。本当にもうやっとお菓子も食べられるようになった。うん、私なんて逆にさ、ここに来て酔ってるもん、なんでだろうね。ぜひまた次はもうちょっと長い区間行きで乗りたいかな。うん、行きで乗ってね、なんかまたフェリーとかも乗りたいなと思っているので、ちょっとフェリーに乗れそうなねルートで考えます。じゃあまた次の動画も楽しみにお待ちください。では